こんにちは、柴田です。今回はマルチエフェクターの音作りで迷子にならない方法をお伝えしたいと思います。結構ね、マルチエフェクターを最初に使い始めて陥りがちだと思うんですけれども、音作りをこうしていて気がついたらもう数時間経っていて、結局こうギターを練習する時間なくなっちまったぜとか、これ結構ありますよね。僕もね、マルチエフェクター使い始めの時はね、そういうことがね多々あって、結局その日できたと思っても次の日聞いたらなんだこれみたいな、昨日の5時間返せよみたいなことが結構あったんですけれども、今回はそうならない方法を皆さんにお伝えしたいと思います。我流ではあるんですけれども、一応それをこう頭に入れておくと割とね役に立つかなというところで、まずですね、迷子になる理由っていうのは2つほどあります。一つはマルチに多数の音色が入っているのでどうしても使ってしまう。で、もう一つがどういう音を作りたいかというイメージがですね、こう完成しきれていない、ちょっとふわふわした状態で音作りとかをしちゃうとなかなか着地できないっていうことがありますね。大きくはこの2つ、マルチエフェクターの音色が多すぎてどうしても使ってしまう、音のイメージが完成していないがために結局着地ができないと。これはですね、解消する方法がございます。マルチの中にエフェクトがたくさん入っていて、それを使っちゃう、それを使いたくなってしまうっていうこの欲求に関しては、自分で抑えていきましょうというふうな感じではあるんですけれども、難しいのは音作りのイメージですよね。作りたい音のイメージっていうのが想像することもね、結構実は難しくて非常に経験が必要なんですよね。なのでなかなかね、こう使い始めの人、マルチを使い始めの人がサクッと音をイメージしてそこにズバッと差し込んでいくっていうのは難しいんですけれど、できる限りその音に近づけていくという上で、まずですね、音を分解する、これが結構重要なんです。なんか分解するって聞くと非常に難しい感じがするんですけれども、全然そんなことなくて、音って大きく分けるとクリーンとクランチとハイゲイン、大まかにはこの3つに分かれると思うんですけれども、まずこの3つのどこに当てはまるかっていうのを自分の作りたい音のイメージの中から選ぶ。そしてそのクリーン、クランチ、ハイゲイン、この3つの音を作る際に使うアンプのモデリングをもう決め打つ、ここが重要です。例えばクリーンだったら JC120 のモデリングを使う、クランチだったらマーシャル800のモデリングを使う、でハイゲインだったらレクチファイヤーを使うとか、この辺好みで全然いいんですけれども、まずその3つの音をですね、アンプのモデリングを決め打っちゃうっていうことですね。そしてブースターとして使用するエフェクターの歪みも、もう例えば OD1 とかチューブスクリーマーとか、もう一つに決め打ってしまう。これがね、音作りの近道です。迷子になる人はどうしてもね、マーシャルで音を作っていて、あ、違うな、ちょっとレクチファイヤーにしてみようとか。結構ね、振り幅が大きすぎて迷子になっていくっていう傾向がありますね。なのでまずはクリーン、クランチ、ハイゲインのどこに当てはまるか、それでクランチに当てはまるんだったら800、マーシャルの800で、ブースターは OD1 でとかいう感じで、もう自分で決め打って、その中から音を作っていくっていう方法が一番手っ取り早いです。あれやこれや使いすぎてしまうとですね、どうしても自分の得意な音すら作り込めないっていう風な状況になってしまうので、まずは得意な音を3つ、クリーンとクランチとハイゲインでサクッと作れるようになっておくっていうのが重要ですね。その軸になる音をサクッと作れるようになっている頃にはモジュレーションだったりディレイとかも使いこなせるようになっていると思います。まずはクリーン、クランチ、ハイゲイン、この3つをですね、自分の好きな音で選んで作れるようになるというふうな感じでですね、迷子にならないように分割して決め打って音を作っていってみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。